早島しもはは大日本帝国海軍の駆逐艦。夕雲型駆逐艦の17番艦である。一等駆逐艦は、日本海軍が、舞鶴海軍交渉で1943年、昭和18年1月から1944年、昭和19年2月20日にかけて建造した、夕雲型駆逐艦。後、は、訓練部隊の、 第十一水雷戦隊に所属、訓練や本州近海の護衛任務に従事した。5月10日より、遊雲型2隻、早地も、周曹は、機動部隊に編入される。5月中旬、航空母艦6隻や、戦艦武蔵等を護衛して、タウイタウイ白地に進出した。6月9日、早地田と共に、対戦紹介中の駆逐艦谷風が、米潜水艦に撃沈され、 各艦、磯風、島風、早島、も、沖波は、救援に従事する。6月下旬のマリアナ沖海戦における遊雲型2隻、早島、も、周曹は、機動部隊四つ部隊、第二航空戦隊に、所属、戦艦長と等と共に米軍機と交戦した。6月20日の空襲で、空母飛用が沈没すると、早島もは、両艦とともに、同艦乗り組員を救助した。 7月上旬、夕雲型2隻、修装、早地もは、第5戦隊、秒光、羽黒を護衛して、シンガポールに進出する。その後は、ンガ白地で訓練に従事した。8月15日、日本海軍は夕雲型3隻、早地も、装、新装により、第2駆逐隊を編成する。新編の第2駆逐隊は、第2水雷戦隊、機関。 の城に所属した。10月中旬以降、第2駆逐隊は、早一号作戦に伴う冷凍機械戦に参加する。第1遊撃部隊、指揮官、栗田武雄第2艦隊司令長官、通称、栗田艦隊に所属して、米軍と交戦した。10月25日のサマール沖海戦で、早島は、空襲を受けて損傷する。 姉妹艦周宗に護衛されて撤退中の10月26日、周宗は、軽巡洋艦の城救援のために分離した。単独行動となった早島は再度空襲を受けて、セミララ島、ミンドロ島南方に座礁した。早島救援のために接近した、駆逐艦富士並第32駆逐隊と駆逐艦白らぬ日第18駆逐隊も、米軍機の空襲により、 相次いで撃沈された。その後、早島は放棄され、最後については判然としない。早島は、1942年度、マルキュー計画過小第345号艦として、舞鶴海軍交渉で建造された。1943年、昭和18年1月20日、起航。当時の舞鶴海軍交渉は、島風型駆逐艦島風、5月10日春工。 夕雲型駆逐艦間早場、7月31日竣工、同系浜葉、10月15日竣工、同系沖並、2月10日竣工、秋月型駆逐艦間月、5月8日、気候、松型駆逐艦末、8月8日気候の建造、軽順中、3月下旬修理完了、立田、3月下旬修理完了、ながら、名取、6月1日到着、基礎、 11月10日到着、駆逐艦複数隻、初春、白縫い、牧並、4月下旬到着、霞、6月下旬修理完了、秋風等の修理に追われていた。7月31日、第345号艦は林本命名された。同日府で、運流型航空母艦運流や、給油観測給等も命名されている。各艦は、 官邸類別等級表に登録。早島は遊雲型駆逐艦区間に類別された。10月20日、早島は浸水した。同日府で本籍を横須賀陳府に定められる。12月15日、駆逐区間白の日の修理が終わり、同艦は舞鶴を後にした。12月19日、舞鶴海軍交渉の早島偽装院事務所は事務を開始する。1944年。 昭和19年1月10日、荒井康夫中佐、駆逐艦分月艦長等を、歴任は、早島偽装委員長に任命される。1月20日、舞鶴海軍交渉で、駆逐艦冬月が浸水した。2月3日、駆逐艦松が浸水した。2月20日、早島は竣行して海軍に引き渡された。同日府で、早島偽装委員事務所は撤去された。行後、 早島は、訓練部隊の第11水雷戦隊、司令官、高間艦少将、海軍兵学校41機に編入された。直ちに、瀬戸内海に開港され、第11水雷戦隊所属艦と共に訓練を受けた。公表的の訓練にも協力した。3月11日、第11水雷戦隊に、姉妹艦周層が編入される。3月中旬以降、 早島は、空母流砲の護衛に従事する。3月21日、流砲は、文護水道を出撃する。3月22日、早島は、鹿児島に向け、呉を出発した。23日、鹿児島で流砲と護衛の駆逐艦発島も、第21駆逐隊と合流する。流砲は、第343海軍航空隊、早草部隊の零式艦上戦闘機を積み込んだ。 3月24日、竜宝隊、竜宝、初島、早島は、鹿児島を出発し、25日伊勢湾に到着する。同時で、早島は、サイパン登行の竜宝と、分離、26日暮れに戻った。竜宝隊、竜宝、初島は29日に、伊勢湾を出撃、横須賀発の随宝隊、随宝、三雲、摂風と合流して、サイパンに向かった。 続いて、早島は、空母大砲護衛任務に従事する。3月27日、早島は、桂島白地を出発した。呉からシンガポールに向かう、空母大砲と護衛の秋月型宅地区間2隻、初月、若月を臨時に護衛し、大砲隊と分離後の3月29日内海西部に、帰島した。大砲隊、大砲、初月、若月は4月5日シンガポールに到着した。 4月、早島は、第11水雷戦隊所属艦、下月、修装など、や、第2航空戦隊、第3航空戦隊と共に、内海西部に所在、訓練に従事する。4月2日、早島駆逐艦長は、荒井中佐から平山俊夫少佐、当時、姉妹艦修装駆逐艦長に交代した。4月21日、早島は、 カツラ島白地を出撃する。臨時に、ヤマト型戦艦ヤマトの護衛を行うことになった。ヤマト隊、戦艦、ヤマト、従順洋艦、マヤ、駆逐艦2隻、島風、摂風は、マニラ経由で、シンガポールに向け、内海西部を出撃する。これを早島と駆逐艦3運、第4駆逐隊が一時的に護衛した。ヤマト隊と分かれた早島は、 4月23日夕刻、横須賀に到着する。横須賀海軍交渉で修理と整備を実施した。5月10日、駆逐艦4隻、周装、早島、響き、電話、機動部隊、司令長官、小沢寺三郎中将に編入される。5月11日、駆逐艦複数隻、遊具門型、周装、早島、玉波、第27駆逐艦隊、しぐれ、 第四駆逐隊、満潮、の分け、三雲は、大和型戦艦武蔵、空母六隻、第二航空戦隊、巡洋、飛洋、流頬、第三航空戦隊、千歳、千代田、随頬を護衛して、再起を出撃し、タウイタウイに向かう。五月十六日、艦隊は、タウイタウイ白地に到着した。早島は、同白地で待機する。姉妹艦周奏は、 第一補給部隊に編入され、しばらく別行動となった。日本海軍機動部隊が待機地点としたタウイタウイ白地周辺には、アメリカ海軍潜水艦が頻繁に出没していた。機動部隊の駆逐艦も、対戦紹介に従事するが、逆に複数隻、風雲、6月8日、今作戦従事中、港木、6月6日、早っぱ、6月7日を喪失する。 6月9日、白地外に敵潜水艦出現の報告により、早地もは、第17駆逐隊2隻、磯風、谷風、に水戦領艦島風に従って出動する。王列陣で大戦相闘中の夜、谷風が、米潜水艦、ハーダーの来撃により、領艦3隻、磯風、早地も、島風の目前で合沈した。残存3隻、磯風、早地も、 島風は、応援に来た遊具型駆逐艦沖並第31くちく隊と共に谷風生存者を救助した。6月19日のマリアナ沖海戦では、機動部隊大津部隊、第2航空戦隊、巡洋、飛洋、流砲、戦艦、長戸、重巡洋艦、最上、護衛艦、第4駆逐隊、満潮、野分け、三雲、第27くちく隊、しぐれ、 サミダレ、第17駆逐隊、浜風、遊雲型が逐艦、周宗、早地も、指揮官城島工事省省圏、第2航空戦隊司令官に編入された。6月20日の対空戦闘において、オッツ部隊では、空母費用が沈没する、他に、空母巡洋等が損傷。早地も以下各館は共同で、費用の乗組員の救助に当たった。回戦後、 燃料不足となった、駆逐艦部隊、早島、しぐれ、浜風、満潮、周葬は、機動部隊本体から分離、22日には、早地もと満潮がしぐれに対し燃料補給を実施する。6月22日夜、沖縄の中宮スクくンに到着した。第1機動艦隊の大部分も同地に集結する。6月23日午後、駆逐艦5隻、浜風、 早島、周も、しぐれ、さみだれは、第七戦隊、司令官、白石万竜少将の従順洋艦四隻、熊野、鈴屋、とね、ちくまを護衛して、日本本土へ向かった。6月24日、柱島白地に帰島した。6月29日から30日、夕雲型二隻、早島、周も、は、第五戦隊司令官、橋本慎太郎中将。 海兵41機の四季下、秒光型重巡洋艦2隻、秒光、はぐろを護衛して内海西部を出発したシンガポールへ向かった。マニラを経由して7月12日シンガポール到着した。同地で修理と整備を行い、臨和白地に移動した。8月15日、日本海軍は夕雲型駆逐艦3隻、早地も収葬、新葬により、 第2駆逐隊を編成し、第2水雷戦隊、司令官、早川右尾少将、海兵44機、機関、の城に編入した。第2駆逐隊司令は、影老型駆逐艦浦風初代艦長等を歴任した、白石長吉大佐。遊具も型三隻の第2駆逐隊は、太平洋戦争における二代目の第2駆逐隊である。太平洋戦争開時の第駆逐隊は、 白津湯型駆逐艦4隻、村雨、夕立、春雨、サミダレで編成されていたが、夕立は第三次ソロモン海戦で、村雨はビラスタンモアヤ戦で、それぞれ沈没した。春雨は米潜水艦、和風の雷撃により大破して、長期修理のため、第二駆逐隊は1943年、昭和18年7月1日府で解体されていた。 なお、春雨と、サミダレは、第二水雷戦隊、第二十七駆逐隊に編入されて、定数四隻、しグレ、白露、春雨、サミダレを維持するが、春雨は今作戦十字中の昭和十九年六月八日に、空襲で沈没した。駆逐艦白露も、マリアナ沖海戦直前に衝突事故で沈没している。マリアナ沖海戦で早地元行動を共にした、サミダレは、 第16戦隊指揮下できぬ、シグレと共に輸送任務従事中、ミクロネシアのパラオ諸島で座礁したウェベーゼン水艦に来撃され、8月26日に放棄、沈没した。第27駆逐隊はシグレ一石となって10月10日に解体された。1944年、昭和19年3月頃、大本営陸軍部、当時の参謀総長は、東条秀樹総理大臣は、 シンガポール所在の南方軍総司令部、総司令官、ベラウチ都市一元水をマニラに移すことを予防した。5月21日、南方軍総司令部はマニラに移転した。だが南方軍は、マニラでは総司令部の位置が東に偏りすぎる。ビルマ方面、インパール作戦の指導にも、支障を来すなどの理由で、不満を持っていた。その後、9月下旬に、 山下智も大将が第十四方面軍司令官に任命され、大本営、港軍とも南方軍総司令部の最後移転に同意する。南方軍総司令部は10月20日を目途にマニラから最後へ移転する予定だった。この任務に協力するため、第二駆逐隊は南西方面艦隊の指揮下に入った。10月12日以降の台湾沖航空戦における、 大戦火が速報され、南方軍は縮小ムードで最後に移転準備を進めていたという。10月14日、第2区畜隊の2隻、周曹、早島は林河白地を出撃し、マニラに向かった。新曹は林河白地待機。2隻、周曹、早島は10月17日午前8時に、マニラ湾港に到着するが、同地が第38任務部,部隊。 マーク・ミッチャー中将の艦載機による空襲を受けていたため、連合艦隊命令により引き返して、ブルネイ湾に進路を向けた。この日は、アメリカ軍内部隊が、レーテワン港のスルアン島に来襲した日でもある。10月18日、早い1号作戦発動に伴って、第一遊撃部隊、指揮官、栗田竹雄中将、海兵38機、第二艦隊司令長官は、 林河白地を出撃する。10月19日、第2駆逐隊、早島、も、終は、ブルネー機、第1遊撃部隊も遅れて、ブルネイに到着した。10月22日、第1遊撃部隊、通称クリト艦隊は、ブルネー湾を出撃した。翌10月23日、パラワン水道において、従順洋艦アタゴ、第2艦隊機関が、 アメリカ潜水艦ダーターの姉妹艦のマイが、レイスの雷撃で沈没し、同じく姉妹艦の高尾が、ダーターの雷撃で大破した。高尾は、第31駆逐隊の遊具モ型2隻、アサシモ、波に護衛されて、戦線を離脱した。栗田中将以下、栗田艦隊司令部は、駆逐艦機士並み、第31駆逐隊に救助された後、ヤマト型戦艦ヤマト、 第一戦隊機関に移乗して、機関を変更、以後の第二艦隊機関は、ヤマトとなった。10月24日、渋谷海を航行する、栗田艦隊、機関、ヤマトは、アメリカ軍機動部隊艦載機の波状攻撃を受けた。その日の早島は、第一遊撃部隊、第一部隊、戦艦、ヤマト、武蔵、長戸、従順、病行、羽黒、鳥海、 第2水雷戦隊、慶順、野城、駆逐艦、島風、第2駆逐隊、早島、周曹、第31駆逐隊、岸並、沖並、第32駆逐隊、浜波、藤士に属していた、第2駆逐隊の真相は、第1遊撃部隊、第2部隊、指揮官、鈴木義雄第3戦隊司令官所属。米軍機動部隊艦最期の空襲で、第2駆逐隊からは、 周装が若干の損傷を受け、新僧も損傷する。駆逐艦浜風、昼間空襲で損傷、速力低下とともに、戦艦武蔵を護衛して栗田艦隊から分離した。その後、武蔵が沈没すると二隻、浜風、新僧は、武蔵生存者を収容して、コロン湾へ撤退した。このため、栗田艦隊に同行する第二駆逐隊は、二隻、早島も、 終想になった。10月25日朝、第一遊撃部隊、栗田艦隊、機関、ヤマトは、サマール島沖で、米軍機動部隊、護衛空母部隊を追撃する、サマール島沖海戦。戦闘開始時の第一遊撃部隊は、第一戦隊、ヤマト、長門、第三戦隊、コンゴウ、ハルナ、第五戦隊、ハグロ、鳥海、第七戦隊、 熊野、鈴屋、千熊、トネ、第二水雷戦隊、京淳、野城、第二駆逐隊、早地も、周宗、第三十一駆逐隊、岸波沖波第三十二駆逐隊、浜葉、藤波島風型、島風、第十戦隊、帰還、矢作、第四駆逐隊、の分け、第十七駆逐隊、裏風、摂風、一祖風であった。 第二水雷戦隊の戦火は金張だった。同日夕刻、午後5時前後、早島は爆撃を受けて損傷する。栗田長官は、早島短官でのコロン湾開港を命じたが、続いて、周遭に早島援護を加齢した。周遭は、栗田艦隊主体から分離反転して、早島に合流。早島も、応急修理により自力航行可能となったので、二隻、周遭。 早島だけでサンベルナルジの海峡を突破、栗田艦隊を追いかけた。10月26日午前7時50分、二隻、周走、早島は、栗田艦隊本隊を発見、周走は、第二駆逐隊司令、白石大佐、早島座城の命令により、早島への護衛をやめた。15分後に、対空戦闘開始。空襲終了後の9時過ぎ、終走は再び、 クリタ艦隊本隊から分離して、早島のそばに戻ってきた。一方、この空襲で、第二水雷戦隊機関の軽巡洋艦の城は、深刻な被害を受けた。午前8時50分頃、の城に、爆弾一発、魚雷一本が命中して、航行不能となり、護衛の駆逐艦派マハ第32駆逐隊とともに、クリタ艦隊本隊から落語する。続く空襲で、 魚雷一本が命中した野城は11時13分に沈没した。周走は、早島と分離して、野城の遭難現場に向かい、浜派と共同し、野城の陸民を救助している。取り残された早島は、ミンドロ島南方を単独航行中に、第38任務部隊、マーク・ミッチャー中将の艦載機の攻撃を受ける。艦主部と艦中央部の命中団によって、 艦首と二番煙突を吹き飛ばされ、沈没を防ぐために、アンティーケ州、セミララ島の浅瀬、に格座した。すると沈没した、従順洋艦鈴屋の陸民を収容してくれた、艦隊から遅れていた遊具型姉妹艦を機並み、第31駆逐隊が、格座した早島を発見して近寄ってきた。燃料に海水が混じったため、早島の、使用可能燃料は5トン程度しかなく、 沖波も余裕はなかったが、早島に横付けして、補給を開始する。この時、早島と沖波は遊具も型姉妹艦藤波、第32駆逐隊が2隻から 10km ほど沖合を、航行するのを発見した。だが、藤波は、空襲を受け、早島と沖並の目前で合鎮した。藤波は25日に航行不能となった。 重巡洋艦長会の乗組員を救助していたが、二隻とも一人の生存者もいなかった。また早島と沖波も空襲を受けたため、沖波は横付けを離して回避に転じる。沖波は早島を残してコロン湾へ向かった。早島が座礁した頃、霊手島への輸送作戦、多合作戦からの帰とに空襲で沈没した、軽巡洋艦絹第十六戦隊司令官。 サコインなおセイ少将機関と駆逐艦裏波救援のため、第一水雷戦隊の駆逐艦知らぬ日、第十八駆逐隊はコロン湾ンを出撃、渋谷海に向かった。だが絹を発見できず、人に着いた。10月27日午前9時35分頃、ろ、知らぬは座礁中の早島を発見して接近したが、セミララ島の西方海域で、米軍機動部隊艦載機の空襲を受けて沈没する。 第18区逐隊司令、井上義雄大佐含め前、乗組員が戦死。早島はその光景を目撃することになった。藤並に続いて2度目の目撃である。11月1日、十十二要間なじ、第2遊撃部隊機関の水上偵察機が、格座している早島を発見して着水し、知らいの最後を聞き出した。その後、早島の船体は放棄されたが、 田中大以下約三十数名が早島に残っていたという。アメリカ軍によるフィリピン奪回が進んで、あと、アメリカ海軍の調査班が格座している早島を調査したが、残留上組員がその後どうなったかは定かではない。座礁するほどの浅瀬のため、早島の船体と、ほぼ同規模の海中構造物が、セミララ、島井戸川湾に現存することが、衛星写真からわかる。 11月15日、第31駆逐隊より、姉妹艦朝下が、第2駆逐隊に編入され、同隊は遊雲型4隻、周装。バニラで11月13日に大破着艇、新宗、朝下、早地も、書類上在籍となった。12月1日、平山中佐は、早地駆逐艦長の職務を解かれる。12月26日、 早島の姉妹艦の真相は、霊合作戦に参加して撃沈され、白石司令は12月29日府で、第二駆逐隊司令の職を解かれた。1945年、昭和20年1月10日、駆逐艦早島は遊はも雲型型駆逐艦、第二駆逐隊、帝国駆逐艦席のそれぞれから除籍された。前述のように、第二駆逐隊は前年末の霊合作戦で、 夕雲型姉妹館清志草を創出して朝霜のみに消耗2月10日府で再び解体された。朝霜は第21駆逐隊に編入され、4月7日の某の岬沖海戦で沈没、夕雲型駆逐艦は全席沈没した。早島駆逐艦長の平山中佐は3月10日府で秋月型駆逐艦3番艦両月の駆逐艦長に着任した。 両月は大破しつつも、棒の岬を機械船から生還した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。